こんにちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、こういう、まあ、自粛生活が続いてると、はい、なんかだんだんこう、まあ、イライラしてきたりとか、ちょっとなんかちょっとしたことで、まあ、なんかさ、ね、ピンってなっちゃったりとか。暴れたくなるよね、なんか。一人家でね。一人家でなんか。うわーって。昨日さ、はい、昨日さ、うん、俺携帯の万歩計ついてるじゃない。あ、万歩計、はいはい。あれ、78歩だよ。まあでも、そうなりますよね。いや、でもトイレ行ったりとかさ、そういう時なんか、携帯持たないじゃない。はい。で、78歩って、俺、携帯持って78歩って、どうやって歩いたのかなとか、うん。いろいろ考えてたよ。そうですよね。やっぱ、そのぐらい、あれだね、動かないね。確かに。だからそのお子さんとかでも外に出てなかなか遊べないから、もう家の中で暴れ回っちゃったりとか、例えば兄弟喧嘩が増えちゃったとか、まあね、それで仲良くもちろんなるっていうのもあるんですけど、うん、兄弟喧嘩、あとほら、うん、夫婦喧嘩が増えてコロナ離婚だったりとかも言われたりとか、 あとね、本当あれですけど ね、旦那さんが奥さんに一言カッとなること言われちゃってっていう、で逆切れしたとか。だからさ、うん、我慢してんだよみんなね、結婚生活は。我慢なんですね、やっぱり。我慢なんだと思うよ。まあ、ただ、ね、もうその我慢ができない、チーンと切れる時が野球でもあるじゃないですか。あるね、うん、あるある。そう、それで会場って、うん、なる選手やなる監督ね、ありますよね、はい、うん、でちょっとその対象者ランキングというものをね、はい、調べたんですよ、うん、これ、4位、まあ1位からこう並んでるんですけど、まあ、第4位がこれ、1,2,3,4人並んでるんですけど、6回で、はい、これ、大沢親分、大沢さん、それから大木さん、大木監督ですよね、それから落合さん、うん、そして星野さんと、うん、まあ、6回並んでると、うん、星野さんが意外に少ないね。あ、もっと退、なんか退場されてるイメージありますもんね。いやー、すごい剣幕で出てきてたからね、ベンチからね、審判に詰め寄ったりとか。そうそうそう、いやだからあれじゃないの、審判も怖かったんじゃない、星野さん。中日戦とか、だから、みたいな。そうそう、いや退場にできないよみたいな、そういうところもあったのかなと思うけど、もう楽天の監督されてるところありすぎてね、うんうん、あとベンチを蹴ったりしてるところが、まあ、テレビで抜かれてた、そ, う、ね、うん、そのイメージもあるのかもしれないですけど、あと意外と落合さんが多いんだな。そう、落合さん6回なんです。落合さんって現役の時あったんですか、退場。まあほとんどないと思うけどな、退場って。あ、じゃあやっぱり監督になってからですか。監督だろうね。まあ監督はチームの代表していくからさ、うん、まあ時間が長くなったりだとか、うん、そういうことで退場にはなるときあるかもわかんないけど、うん、落合さんって常に冷静だっていうイメージがあるから、うん、なんか6回も退場っていうのはちょっとあれだな、意外だったな。そうだ、なんか詰め寄ってるとか、うわーすごい剣幕で言ってるっていうイメージが全く湧かないので、落合さんは、うん、意外でした。あと大沢さんは口が悪いからね。あ、親分はそうだったんですね。てめえこの野郎って出ていくから、もう一発で退場じゃないですか。いやだからまあ口が悪かったから、うん、そのなんかこう退場っていうのはなんかわかるような気がする。え、大木さんは、大木さんはね、やっぱり意地っ張りだったもん、うん、へえ、聞かないんですね、うん、やっぱり。いや、うん、違うっていうことは絶対聞くような人じゃなかったから。あ、じゃあそれって審判から退場って言われるのは、そのちょっとでも触ったり、あとちょっとでも暴言を吐いた時点ですぐ退場ですか。まあ審判によるけどね。あ、何にも触ったりも暴言も吐かずに、ずっとなんか違うでしょ違うでしょっていうのもダメですか、時間的に。例えば、あ、じゃあもう今はね、時間が5分以上抗議をしたら、はい、試合時間を遅延したということで退場になる。あ、もうそういうふうにしたんですね、うんうん、だからなんて言うんだろう、まあ昔はそんな時間はなかったけど、はい、やっぱもう譲らなかったらもう退場にするしかないみたいな感じだったよね。そうですよね、そっかそっか、うん、逆にそうですね、監督が審判退場にできるわけないですもんね。
ないないない。そうですよね。もうだから、あと退場を覚悟で行ってる監督とかもいらっしゃいましたよね。もうそこはまあね、うん、まあチームが賃貸ムードでね、うん、チームを勝つ、チームに勝つを入れるためにだからそういう足を運んで、うん、まあ自分が退場して、うん、あとは頑張ってみろみたいな、はい、そういうメッセージ性のある退場もあったけどね、昔ね。ありましたね。そういう意味での抗議もありましたしね。そう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 、はい、さあ、じゃあ3位いきましょう。3位は、はい、退場7回で藤本さん、うん、藤本さんはちょっと分かんないな。もう私もちょっと、まあ、昔のあれだよね、はい、うん、方ですよね。藤本は何、名前何、定義さんですか。定に義と書いて定義さん、うん、あ、藤本さんね。はい、あ、でもあんまり覚えてないな、それは。わからない。あ、じゃあ2位はもうわかると思います。ブラウンです、うん、ブラウン監督12回、広島ベースボって、ベースボって投げたやつね。それが T シャツになって売り出されてバカ売れしたって、バカ売れしたってやつでしょ。はい、あれはもうなんか通り越して、ね、面白かったですもん、パフォーマンスとして。ああ、でもやっぱり理不尽なことはね、うん、なんかそう抗議に行くという、まあ、はい、アメリカっぽいよね。そうですね、アメリカも主張が強いし。そっかそっか、うん、でも投げたりとかさ、やっぱこう、はい、自分がこうなんていうの、こう退場も覚悟はしてるんだろうけど、うん、パフォーマンスがいいよね。うん、あ、そうですね、外国人のダダッコみたいでさ、うん、ちょっと可愛らしい茶目っ気もあったり。可愛らしいよな、茶目っ気あるよな、うん、はい。で今2位までなんですけど、私意外だったのが清原さんって、まあデッドボール当たるすごい数も多かったので、うん、結構それで抗議して退場になってるランキングに入ってるのかなと思ったら入ってないんですよね、この中には。いや、やっぱり清の時代からは、はい、なんか耐えるという、あ、で4番バッターとか、はい、そういう中軸のバッターは当てられるとか、うん、そういうのはもう分かってることだから。あ、そっか。だからなかなかやっぱりこう怒れなかったというかね。落合さんでもそうだし、うん、なんていうのかな、こうもう当てられる危険なボールは来るっていう、もうそういう前提のもとで打席に立ってるからね。そっか。で行かないけれども、うん、ちょっと睨みつけながら一塁ベースに歩いていくっていう。ああ、まあそうだね。はい、ただそんな、うん、ちょっと清原さんもその、うん、ちょっと暴行事件というか乱闘みたいなものがありまして、エピソードなんですけど。いや、そらさ、きちんと切れるときは俺はあると思うよ。何回も何回もだから。ですよね。これ1989年9月23日に行われた西武対ロッテ戦なんですけれども、これロッテの平沼投手が清原さんの左肘にこうデッドボール与えて、それに激高しても怒っちゃったんですけど、清原さんがマウンドのそのロッテの平沼さんめがけてまずバット投げつけるんですよ。でそのまま突進と。ただ平沼さんももうひるまない。でマウンドから駆け下りる。しかし体格で勝る清原がジャンピングニーパッドをかますと、平沼はグラウンドに倒れ込んだ。これなんかプロレスみたいな感じにもなってますけど。いや、これはもうよく覚えてるけどね。はい、でかました後に清原が逃げるんだよね。そうなんです。でこれ清原さん逃げるんですけど、それをロッテナインが追うっていう。いや、そりゃそうでしょ、追うでしょ。どっかの夜のこうスナック街のなんか喧嘩みたいな感じになってますよね。すごいな。で、ただ翌日清原さん、その辻さんに付き添われてロッテのロッカーで謝罪しているという。うん、平沼さんは全治2週間と診断された、ね、これ退場処分もちろん出るんですけど、制裁金30万円と2日間の出場停止処分なんですね、うんうん。まあ、これは30万というのは清原が払うよね。まあ、そうですね、うんうんうん。だけど退場によっては球団が持ってくれる時もあるの。それはこれ絶対審判がおかしいとかさ、
はい、だから俺の場合はこうやって避けたの、はい、ボールをねここに来たから、うん、こうやって避けたんだよ、うん、そしたらこれをスイングに取られたんだよ。ストライクって言われてんですね。ああ、いや、それでスイングで三振って言われたんだよ、うん、いやいや今避けたでしょって、うん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 、避けたが避けたバットを振ったんじゃなくて避けるためにバットがこうなっちゃったんだって、うん、これスイングこんなボールスイングしないよって、うん、ちょっとおかしいよって、うん、いやスイングですって言うから、はい、ほんま下手くそやなって言ったら退場になったんだ。それ下手くそがダメだったんですか。下手くそがカチンときたんだろうね。退場とか言って。ゆうたくさんどうしました。退場になっちゃったのね。はい、いやそれでやっぱ退場っていうのは制裁金っていうのは加えられるのよ。はい、でも俺それはもう審判が悪いし、うんうん、それは球団が持ってやるからお前出さなくていい、うん、その代わり抗議文もちゃんと送ると。あ、審判団に対してってことですよね。そうそうそう、うんうんうん、そういう制裁金もあるわけ。あ、じゃあ豊さんは1回なってるんですね、退場に。2回。もう1個は、もう1個は乱闘なんだ。それも向こうにボコボコにされて一方的にあれだ、セカンドベースの時の。そう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 、珍プレー、好プレーでよく出るやつですね。いやちょっと待ってくれ、俺なんで大丈夫なんだって。まああれも喧嘩両成敗ということで、はい、まあ退場になって制裁金があったんだけど、はい、でもその時も球団が持ってくる。あ、じゃあ豊さんはポケットマネーから出した退場の制裁金もなしと。なしなしなし。ああ、だから我慢したのは、まあ、清原の場合は、うん、清原の場合は自分で向かって行っちゃってるからさ、うん、で相手にね、出場停止2試合でしょ、うん、そうですそうです。まあそうなってくるとチームにも迷惑をかけたっていうんで、はい、自分で自腹で払うしかないね、うん、まあ、そうですね。で相手の方も全治2週間になってしまってますし。まあそうだね、うん、ただそのうっていう思いはがいや、まあ我慢できないかったんでしょうね、その時も。やっぱプチ、もう何回も何回も来られるとさ、1回ぐらいそういうの見せとかないと、うん、あいつ当ててもおとなしいぞっていう風に舐められるわけよ。はい、だから行くときは行っとけっていう風にね。あ、そういう気持ちもあったんでしょうね、うん、で昔乱闘が多かったのはさ、はい、乱闘からの退場者っていうのは多かったんだけど、うん、それなんで乱闘になるかというとさ、まあ一回当てられるよね、はい、味方が、うん、そしたら自分たちのチームのピッチャーも一回誰かに言っとけっていうふうにみんなに言われるわけよ。行けと。あ、行けと、あ、言っとけって、うん、だからもうそういう時代だからさ、当てたら当て返す、うん、ね、あ、向こうが当たったら当て返されると思って打席に入った。すごい、それがありましたね、因縁とか報復とか、ここのチームとここのチームは必ずカード当たると絶対乱闘とか、あのデッドボール多いよなとか。あ、あるあるある、ありました、暗黙のみたいなありましたよね、そういうの。だから昔は圧倒的に退場者は多かったよね、うん、だからやっぱ今少ないですもんね、やっぱり。まあ、もう今紳士的だもんね、みんなね、うん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 、だって今現役選手ではバレンティン選手の5回が一番多いので。でもバレンティン選手もなんかあんま言ってるイメージなかったの、退場してるイメージなかったんですけど。いや審判とのはあれだもん、ストライクボールとか、うんうん、そういうことですね、あ、さあ、そうそう、乱闘絡みじゃないよ、うん、あ、そっかそっか、そのジャッジっていうことに関してっていうことですよね。そう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 。でこれあの栄えあると言っていいのかわからないですけれども、うん、1位なんですけど、豊さんちょっと想像できます、1位、これこの方14回退場してます。まあ、ね、俺が印象残ってるのは、うん、タフィーローズだね。正解です、タフィーローズ14回。俺はしょっちゅうさ、うん、なんかでやってたよね。なんかでいや、一番多いのはやっぱりさ、タフィーローズってやっぱホームランバッターだったじゃない。はい。で、さっきも言ったように、狙われるっていうか、厳しいところにボール投げられるんだよね。はい。だからそれがあんまりしつこいとさ、やっぱ打席でイライラしてくるのよ。うん、うん、うんうん。だからそういうことをもうちょっとなくすために当てられるとかさ。あ、そういうことで、こいつ近いとこ行ったら怒るぞっていうような。はい。
やっぱりそういうこともちゃんと相手に分からさないといけないっていうことがあるんで。そうですよね。だからそれで怒ってたんだと思う。ああ、だからよりその4番バッターだったりホームランバッターだったりっていうのは攻めこうね、際どいとこ攻められるから当てられやすいし、 その分退場になってしまう確率とかもね、切れたらそうなっちゃいますもんね。まあタフィーは切れやすいからねこんなエピソードがタフィーローズ選手はあるんです、まあ、数々ありますけど、中でもこれ2007年7月17日に行われた、またロッテとの試合なんですけどね、ロッテとオリックスの千葉マリンでの試合です。オリックスのタフィーローズが、内角の球に腹を立てて、ロッテの里崎智也捕手への反撃が大乱闘に発展しました。そうなんです、これはですね3回ですね、胸元への投球にローズが激高したと。でこの時のロッテのキャッチャーの里崎さんを睨みつけるんですけれども、危ないやろと、でローズが言ったんでしょうね、危ないやろと。これに対して里崎さんが全然危なくないやろと返すと、怒りが爆発もうローズのなんでよと、危ないでしょみたいな、もうマスクを掴んで襲いかかるです、襲いかかるですよ。で倒れた里崎にパンチとキックを浴びせたと。パンチとキックってこれすごいですね。両軍入り乱れての大乱闘、ローズを含め一度に3人が退場処分となったということで、まあ里に聞かなきゃわからないけどね。あ、その時一体ね里崎さんどうだったかとか。でも里はやっぱりこう絶対ピッチャーを守ったりだとか、する人間だから、だから逆に強く言ったんだろうね。あ、危なくないわみたいな。もう佐藤は正しいと思ったら絶対言うから。そしたらもうローズがプチンできちゃったっていう。まあ例えばこうあとパン取って危ないやろって言われたら、あ、ごめんなってソーリーソーリーって言っときゃさ、別にそうはならないんだけど、でも佐藤の戦略とすればさ、カッとなって相手が退場してくれる方が楽になるもんね。あ、そういう計算もあったのかどうか。あ、これは佐藤の動画でちょっとね聞きたいよね。そうですね、だからあえて意図的にそのローズ選手を退場、まあ、まあイライラさせたり調子こう乗らせないためにわざと意図的に言った言葉なのか、もしくは本当にポンって出ちゃった言葉なのかとか。いや佐藤はバーンと言うもん絶対佐藤は言ってるよ。じゃあこの時もっと違うこと言ってるかもわかんない。あ、じゃあだから本当はじゃあ何か違うことを言ってたのかとか、ちょっと詳しく知りたいですね、そのあたり。ちょっと知りたいよな。はい、じゃあちょっと里崎さんにこれにこうアンサー的な動画をぜひ YouTube で、はい、ちょっと投げとこうな。お願いします里崎さん。はい、はい、ね、楽しみにしてます。はい。